村松愛蔵昭和14年4月11日は、日本の政治家、キリスト教伝道者、社会事業家。生反抗政召官で、伊藤宝山から儒学を学ぶ。16歳で上京。東京外国語学校ロシア語学科に入学。板垣大輔の思想に影響を受け、帰郷後、鈴木孝之介、弘中鹿次郎たちと、更新者を結成。自由民権運動に加わり。 市議憲法、日本国憲法草案を起草、愛知日報に発表した。イーダ事件により投獄されたが、1889年退社により出獄した。下宿先の娘君と結婚後、1894年自由党から衆議院選挙に立候補するが落選。1898年に初当選し、衆議院議員を4期務めた。 日本政党を食事権により1909年に政界を引退、しかし村松は献金の出所を知らなかったという。服役中にキリスト教徒である妻の君より差し入れられた聖書を読み、キリスト教に改心する。翌1910年に旧世軍に入ってキリスト教の伝道や社会事業に携わった。田原市立田原中部小学校校庭付近に、 生誕の屋敷跡を示す建札がある。墓所は白宝寺にあり、渡辺火山の墓と隣接している。ありがとうございます。